じゃん。でも素晴らしい。頑張ってください。何番？2番やかっこいいね。スプーンでなんか入るかもしれない。あ、池に昨日結構危なかった。スプーンで、みんなどっちに負けますか？はあはあ。で、右は大きい。マジか。息子でとっかな。安全性が一番だよ。もう帯引けないでしょ。結構帯打ってますか？大丈夫です。バタ出てます。でも、まあ、この人たちは、まあ、上手なんですけど。僕はまだ謙遜してるの。いや、シードなんで、この二人。あ、そう。はい、僕はただの。あれは入んねえね、今。あの、バターがね。間違いない。俺だって、ヨースケの切ったけど、入る気間違いない。こんなバッド回したら全部これないですか、私。パー3今のバーディーパットも取ってやると取ってるよ。もうちょっと、もうちょっと長くだね。 1.5 ぐらい入んないよ。素晴らしい。
割と素晴らしい、よく決めた。ナイスパットだ。ありがとうございます。ジュニアっぽいってちょっとやじゃなくて、さっきやったんですよ、あの途中 T シャットでジュニアっぽくってでそこではちょっと後輩にやらせて最後僕のバンカーのめっちゃライン3本やった。最初は入った。最初は入った。誰が入った？いや、あったけど。あ、4連。誰が？誰が？まあ、僕隣のホールからバーディーする。隣のホールからバーディー。シャーってこれ来たぞ思ったら全然離れちゃうんだ。もうあれ普通じゃない。よかった。ね、3つ最終隣のホールからバーディー気持ちよくあった。まあ、初日ちょっと出遅れてしまったところあるんですけど、2日3日目巻き返すことができて、まあ、優勝には至らなかったんですけど、2日間アンダーパーを重ねることができてよかったです。じゃあ、今後のゴルフどうかよ、はい、今後は、まあ、今高校3年生なのでプロになってレギュラーツアーで勝って日本で勝ってまた海外に行けたらいいなと思います。コースがすごい綺麗だったので、本当に楽しく回ることができましたし、まあ、最後ちょっともったいなかったんですけど、そうですね、勝負どころで弱いところが出てしまうので、はい、しっかり勝つことができるように、今後もどんどん成長していきたいと思います。ただただ嬉しいです。ショット的にはその自分の思ってる球は打てなかったんですけど、結構運が良くて結構ピンの方向飛んでったりしてたんで、まあ、バーディーに繋がったりしてアンダーで回ることができました。松山選手みたいに海外でツアーに出て全英オープンであったりメジャーで優勝したいと思います。ショットが、まあ、安定しなくて、でそれで、まあ、アプローチが、まあ、それなりに迷ってくれて、で、まあ、しっかりパーセーブできたので、まあ、よかったです。ショットが安定せずに全然パーオンができなくて、大体はアプローチでついてパーを重ねることができたのでいいスコアで上がることができました。プレーオフは最後に3メートルのパーパットが残ったんですけど入れられてよかったです。昨日は、まあ、両方ともアンダーで回れたんで良かったんですけど、今日は、まあ、パッティングが全く入らなくて、まあ、結果的に追いつかれたんですけど、まあ、プレーオフでバーディーで勝つことができたんで良かったです。正直僕より遠いパーパットを入れてきた瞬間にちょっとやばいかなと思ったんですけど打ったら入りました。最後の最後にいいものが回ってきたのかなと思って